で、実はですね、これライブ配信のタイトルにもさせていただいたんですけども、はい、今回は、S4E ですかね。はい。あの、ブロンプトン品番で無理やり合わせていくと。今回はですね、外装ギアになってます。これ、ホイール。外装ギアなんですけども、ギアが4枚これ乗ってるの映ってますかね。はい。はい。ご覧いただきありがとうございます。ローロチューブです。ローロチューブです。はい。ですね、今日もカスタム車のご紹介なんですけども、今回はですね、四国ですね。四国からですね、はるばるお問い合わせいただいて、はい。がっつりカスタムのご注文をいただいた車両が完成しましたので、はい。ちょっと紹介させていただきたいと思います。はい。はい、どうぞお願いします。はい。ピカピカですね、これは。めっちゃピカピカですね。フラッグがすごい。かっこいいパーツでバチバチに固まってますんで、はい、めちゃくちゃ光ってると思います。はい、じゃあちょっとこれもうフレーム以外全部変わっちゃってるので、はい、順番にちょっと紹介していかないと終わらなくなってしまいますんで、早速ハンドルバイからいきたいと思います。今日キャップかぶってんな。キャップかぶってます。はい、じゃあですね、ベースはですね、そっか、もともとは、S6L ですね。はい、まっすぐハンドルで6段ギアがついた泥よけ付きのモデルなんですけども、まあもう全部変わっちゃってます。で、まずハンドル周りなんですけども、はい、まずハンドル周り、こちらはですね、これちょっと輝きが純正と全然違うでしょ、これ。全然違いますね。これはですね、まあこの光り方はチタンです。はい、ブロンフィケーションのチタンハンドルバーになってます。はい、まあハンドル周りなんですけども、このまっすぐなハンドルバーでカスタムしようと思うと結構選択肢が限られますね。使えるのはこのブロンフィケーションのチタンハンドルバー、あとまあカラープラスも今まだありますかね、はい、あとは JK とかいろいろあるんですけども、まあ、その中でも今回はブロンフィケーション選んでいただきました。これね、後からつながってきますんで、ちょっと順番に紹介しますね。で、次はですね、ブレーキレバー、はい、このピカピカのブレーキレバー、ホールですね。めちゃくちゃピカピカっすね。光ってる照明めっちゃ綺麗ですよ、これカメラで見ても。これね、ポリッシュですね、ホールの感知レバー、ポリッシュ仕様をつけさせていただきました。はい、で、このグリップに関してはこれサイドの横出てると思うんですけど、はい、これブルックスですね。はい、ブルックスの、ブルックスとエルゴンのコラボの GP1 のブラックですね。はい、このグリップも今非常に貴重ですよね。今そうですね、どこも残ってないんじゃないですかね。はい、次回入荷は、まあ、10月だったっけ、なんかね、かなり先になってるんで、これはちょっとなかなか今となっては貴重なグリップになってます。はい、はい、でそれに合わせてですね、まあ、ブレーキレバーを交換するとブロンプトの場合シフターも交換する必要があります。でシフトレバーに関してはこちらですね、サンレース、はい、スターメンとか、6速のクラシックなカスタムでちょっと使うような、はい、外装用のレバーですね、はい、サンレースの、フリクションのレバーを使ってます。でさらに、アクセサリーですね、これベルなんですけど、はい、これめちゃくちゃいい音するんですが、これはオイベルです。はい、オイベルのちょっと、ね、高い方ですね。高い方、そう、ルクス、ルクスって読むのね、はい、英語読めないんですよ僕。はい、これルクスの高い方ですね。はい、でよく樹脂のやつはあるんですけども、樹脂のやつはバネでこう弾くタイプなので、あれ畳む時とかにちょっとこう袖とかに引っかかって曲がっちゃうとなりにくくなっちゃうんですよ。はい、でこのルクスはまあちょっと高いんですけども、まあほぼというかまあ全部金属製になってますんで、レバーちょっと引っかかったところでそもそも壊れないので、はい、まあ、ちょっとご予算に余裕があればこのルクスがおすすめですね。はい、でまあ見た目もやっぱ樹脂製よりもちょっと高級感もありますし、かっこいいと思います。でこちら今回はブラスですね、はい、はい、付けさせてもらいました。もうここだけでなんかもう方向性がまあちょっと伝わると思うんですけども、一応今回はちょっとこうクラシックなシルバーパーツ多めのテイストでちょっと固めていってます。はい、はい、で、まあ、このあとハンドルバーのこのネジですね、これ、はい、このネジもですね実は変わってまして、はい、これもブロンフィケーションのチタンボルトセットのステム用ですね。はい、はい、でこのチタンボルトセットのこのステム用のボルトに関しては注意点がありまして、 S ハンドルのお客さんにはこれ使っていただけます。
はい、ただし M ハンドルですね、 M ハンドル、あとはまあユーザーさん、ちょっと新規ではちょっともうないですけども、 P ハンドルのお客様にはこのネジは使えませんので、ちょっとそこだけご注意ください、はい、一応まあボルト4つ入っていて、これ全部セットについてくるんですけども、ご利用いただけるのは S ハンドルのお客様のみです。はい、で次はですね、このケーブルですね、これ、これも定番の日線ケーブルですね、はい、で日線ケーブルなんですけども、今回ですねちょっと新しい色合いですね、これ、これスモークブラウンやな、はい、スモークブラウン、はい、このスモークブラウン実は今回初めて入れたんですけども、はい、このベースのですねブラックラッカーとこのスモークブラウンのこの色合い、はい、めちゃめちゃ似合ってませんかこれ、はい、本当にもうそっくりですよね、もうこれ悩みますよね、色これはそうですね、お客さんとね、あ、まあ、お客さんもちょっとなんかいい感じでみたいな感じでお任せいただいたんですけども、まあ、ちょっとどうしようかという感じで、はい、まあ、結構クリアブラックなんかはねどの車両にでもかっこよくなるんで、はい、まあ、クリアブラック入れようかとも思ったんですけども、まあ、ちょっとせっかくお任せいただいたんでね、ちょっと遊んでみたいなっていうのもあって、はい、でまあいろいろこう考えた結果、久保君と相談しながらこれいいじゃないかって感じでね、はい、決まりましたね、はい、落ち着かした感じですね、そう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 、渋い感じ、そうフレームに合わせて、まあ、今回シルバーパーツいっぱい入れてるんで、ちょっとねそれを邪魔しないような感じにしたいなと思ってこれ入れましたね、はい、はい、で、まあ、今回はもう3本ともですね同じスモークブラウンに入れさせてもらいました、はい、でこのケーブルをですねこちらで束ねるこのパーツ、はい、これも日線ケーブルに変えるカスタムするタイミングでもぜひ入れていただきたいパーツなんですけども、はい、H&H の、純正のパーツの名前でケーブルギャザーなのかな、はい、ちょっとこの商品名ちょっと覚えてないですけども、これオンラインはオンラインストアで売ってますので、はい、ご興味あれば買ってください、はい、赤色の方のオンラインストアで売ってます、はい、でこれ H&H のこれ金属製になってます、純正はですね樹脂の黒いパーツなんですけども、ですね、まあ、ちょっとやっぱり樹脂の塊がこんだけねいかついパーツがついてこれに樹脂が乗っかってるとちょっとねしょぼく見えるんですよね、はい、ちょっと細かなとこですけども、こういうところまでしっかりカスタムしていただくとめちゃくちゃかっこいいと思います、はい、で今回はこれはですねちょっと黒っぽく映ってるんですけども、これ実はシルバー設定ですね、はい、ちょっとこうこれ確かステンやったかな、なんかねアルミではないんですよね、チタンだっけ、はい、これまあ、シルバー設定なんですが、ちょっとこのスモークブラウンの色をもらってるのかなんか知らないですけど、結果いい感じになってます、はい、まあ、結構映り込んで色もらってるかもしれないですね、一応これもカラーバリエーションが、はい、ブラックとゴールドとありますので、はい、これもまあ車体のイメージとかケーブルの色によって合わせていただいていいと思います、はい、一応今回はスモークブラウンのケーブルにシルバーの、ケーブルギャザー入れさせてもらいました、はいはい、じゃあ上から順番なんで、このクランプですね、はいはい、こちらブロンフィケーションです、ブロンフィケーションのヒンジクランプなんですけども、こちらはですね特別な加工したモデルになってます、レバーはブロンフィケーションの、ブラス、はい、でこのクランプなんですけども、これもピカピカに映ってますよ、久保さん、ピカピカですね、久保君映ってる、はい映ってます、ありがとうございます、あ僕は映ってない、映ってないこれも実はブロンフィケーションの付属のクランプなんですが、これも実は磨いてもらいました、はい、バッチリ決まってると思います、でこの流れですね、このヘッドパーツ、はい、これもクリスキングですね、もうクリスキング入れとけばもう間違いない、他のに買い替えることもないし壊れることもそうそうないです、はい、でこのクリスキングに関しても今回ねちょっと初め、はい、まあローカラー、ブラックラッカーなんで、はい、結構ねゴールドが似合うんですよ、はい、でこれちょっとこう初めゴールドでつけようかなと思ったんですけども、まあ、ちょっとね迷いもありまして、先にクランクとかシルバーパーツつけてから考えた結果、はい、やっぱシルバーにしました、はいはい、ここはあえてシルバーにしました、はい、まあ、結構ねブラックラッカーローカラーって赤とかゴールドとか黒とかねやっぱ似合うんですよね、はい、で似合うがゆえにですね、ここ最近結構そういったカスタムが多かったので、ちょっと、ね、まあ、外してあえてシンプルにシルバーにさせてもらいました、はいはい、まあ、これは結果いい感じだと思います、はい、でこのまま前、小さんこれお願いします、はいはい、こちらですね、フロントキャリアブロックなんですけども、これもご覧の通り光ってます、はいはい、
これベースはですね、マルチ S のアルミ製のフロントキャリアブロックなんですけども、マルチ S の標準のモデルってここがね黒なんですよ。はい、はい、黒でここだけちょっと色合いがついたモデルなんですけども、今回ここを磨いてもらいました。これももうこだわりですね。バチバチにハイポリッシュになってます。はい、で、ちょっとねこれ内側に関してはですね、ちょっと加工工具がやっぱ入らないので、内側ちょっとアルマイトを取ったような感じですね、はい、になってます。これちょっと仕様で、あのどうしても工具入らないのでちょっとこういう感じなんですね、はい、まあそんな気にならないと思います、はい、でこちら、じゃあそのライトいきましょう、はい、ライトこちらですね、まあシルバーでちょっとクラシックなスタイルでカスタムしてますので、もうそうなったらですね、ライトはもうほぼもうこれ一択になってくると思います。これあのバレットライトですね、はい、まあ、ちょっとこうクラシックな雰囲気の砲弾型ライトなんですけども、ね、実はこれ USB 充電タイプになってまして、はい、まあ、中身はちょっと今風ですね。で電源はもうねボディツルツル何もないんですけど、電源はこのレンズを押してもらうとこう光ります。はい、はい、でもう一回押すとこう光り方が変わりますね。でもう一回押すと電源切れます。はい、まあ、こんな感じです。で充電するときはこのレンズを外してもらうとね、こんな感じで USB ケーブルさせるようになってます。でこれで充電になってますね、はい、まあ、見た目はちょっとこう、ね、クラシックなんですけども、中身はまあちゃんとというか今風になってます。はい、で次こちら、はい、これもねちょっと初めノーマルだったんですけども、ちょっと追加でご提案させていただいて、まあ、こんだけ決まってたらやっぱりね、ここも純正だとねやっぱりやぼったいんですよね、はい、ここの塊って結構樹脂の塊が大きくて、まあ、ちょっと重いんですよね、こういうすっきりしたパーツ入れていくと、はい、でこれをやっぱり変えさせてもらって、これは H&H のステムキャッチャーですね、はい、でこれも一応ちょっとね、あの黒っぽく映ってますけど、はい、これもシルバー設定ですね。まあ、ケーブルギャザーと色合い似てますね。そうですね、はい、同じブランドの、まあ、シルバー設定なんでよく似てるというか、まあ、同じだと思いますね、はい、これとこうですね、はい、で次はこちら、先日ローカラーのお客様にも入れさせてもらったピカピカのキャリパーブレーキですね、はい、これは実はですね、純正のキャリパーブレーキをバラして磨いてもらいました。はい、まあまあ、ブロンプトンって使えるブレーキキャリパーって本当ねないんですよね、まあ、使えるといったらリディアのブレーキキャリパーぐらいですかね、日本でこう入ってきてるやつ、はい、でちょっとそれもいいんですけども、今回ちょっと、まあ、道路であの磨いたパーツがいっぱい入るので、まあ、その仕上げもねやっぱりメーカーとかやり方が変わることで若干仕上げ変わってくるので、やっぱこの磨いた仕上げに近づけようと思ったら、このあのうちで磨いたやつですね、工場にお願いして磨いてもらった純正キャリパーがいいと思います。はい、はい、どうですかね、もうここだけでめちゃめちゃピカピカですよね。めちゃめちゃかっこいいですね。普通に映えですね。映えてます。はい、でまだ終われませんよ前、ね、次じゃあ次ここ行こうか。はい、はい、こちらケーブルフェンダープレートです。これも H&H ですね、はい、でこれもですねやっぱ周りの色映ってんかな、やっぱこれあのこれシルバーですね、はい、シルバー設定のものを付けさせていただきました、はい、で下がってきてこちらこのフックですね、アルミ製のフックなんですけども、これもピカピカですね、はい、はい、こちらはですね H&H のフックです、はい、ここまでピカピカに仕立てますね。これ尾道で頼んだやつですね、はい、まあ、こだわればここまでピカピカできます、はい、であとホイールなんですが、もうピカピカのホイール、ハブといえばですね、もうフィルウッドですね、はい、はい、フィルウッドのブロントン用のナローハブです、はい、で実は、ホール数なんですけども、標準のブロントンで28ホール、まあ、穴が28個開いてて28本スポーク組まれてるんですけども、はい、一応今回24ホールがありましたので、24ホールのハブでリムで組ませてもらいました、はい、で何が違うかというと、まあ、4本分ですね、標準28ホール、このカスタムホイール24ホールで、スポークとニップル 4セット分軽くなってます。はいはい、まあ、たった4本ですけども、はい、まあ、これの軽量化とかはもう積み重ねなので、まあ、少しでもやっぱね、軽い方がいいと思います。で、強度はどうなるかというと、まあ、なんか、なんですかね、テストとかして、比べた場合28の方が強いかもしれないんですけども、通常の仕様においてフロントを28から24本にスポークを減らすことによる
弊害はないですね、はい、24ホールで結構ハブトリム揃えば僕結構24ホールおすすめするんですけども、それでなんかスポークが飛んだよとか何もないので24ホールがあれば24でいいかなと思います、はい、まあ、で28ホールでもいいんですけど、ね、どうせ買えるくならっていうところですね。で、あとはこのスポークなんですけども、バテットスポークですね。サピムのバテットスポーク使ってます。これ純正の補修パーツですね。スポーク上ちょっと切ってねじ切ってもう一回使い直したっていう形になってますね、はい、実はこのフィルウッドハブとでこのリムですね、あれちょっとステッカー取っちゃったんですけども、これアレックスリムのポリッシュハブです。はい、はい、フィルウッドとアレックスのリムで組む場合、このラジアルですね、これ純正の補修パーツ実は使えますので、まあ、その辺も組み合わせによってはこういうスポーク使えたりします。はい、はい、で、あとはバルブなんですけども、このアレックスリムに変えた場合はこのリム自体が一応フレンチバルブ対応のリムになります。はい、ですね、もう今回フレンチバルブに変えさせてもらいました。はい、やっぱベーシックバルブよりもフレンチの方がちょっとスマートですよね。スタイリッシュですね。うん、やっぱこう、はい、やっぱ太いより細い方がやっぱかっこいいかなと思います。はい、あとはまあブロンプトン買うお客様まあ半分ぐらいですかね。実は他にも自転車持ってるよってお客さん結構いらっしゃるので、まあちょっとこういい折りたたみとかスポーツ車乗ってる方だったら自転車はだいたいフレンチバルブなんですよ。で、だいたいフレンチバルブ対応の空気入れは持ってるよっていうお客様も多いので、まあまあこういうカスタムするタイミングで、そっちのフレンチバルブに合わせちゃってもいいと思います。で、あとタイヤですね。このタイヤも今回のカスタムにめちゃくちゃ似合ってるんですけど、はい、シュワルベ1のタンウォールですね、はい、限定モデルのチャプター3についていた限定タイヤになるかな、あになるんですけど、これまだちょっとローロで手に入りますんで、お探しの方、まあ、こんな、はい、これを見てかっこいいなと思った方なんかはもう早めに手に入れていただいた方がいいと思います。今ならまだ手に入ります。はい、はい、オンラインストアセカンドの方にも売ってますね。再入荷します。はい、あ、やっと1個忘れた、ここ、はい、お、これです。ここのナットなんですけども、これ忘れてました。これ地味にちょっと人気があるんですけども、はい、沈糖ナットという、まあ、このキャリパーの受けのナットなんですけども、はい、標準はこれ鉄のやつがついています。で、今回は、チタンボルトに変えさせてもらいました。はい、これも何遍も言うんですけど、特に E バージョン化の方はこれやっといた方がいいですね、はい、というのはですね、この巻き上げた、まあ、水分、汚れ、まあ、雨ちょっとの時に濡れた水なんかここに残っちゃってナット錆びるんですよね。はい、まあ、ちょっと見にくいところなんですけど、やっぱ錆びちゃうと自転車かっこよくないじゃないですか。で、ここをチタンに変えておけばもう錆びることはないですね。はい、はい、ここはおすすめです。これはブロンフィケーションとかではないんですけども、チタンボルト売ってますんで、はい、これもオンラインストアでよかったらご注文ください。はい、前だけでこんだけ時間かかりました。はい、じゃあ次真ん中行きましょう。はい、はい、20分かかってます今で前だけ20分ですね。次はサドルいきますね。サドルからいきましょう。はい、はい、サドルはブルックスの B17 のスタンダードスペシャルですね、はい、B17 スペシャルになってます。で、まあ、これグリップブルックスの黒を入れたらもうサドルはもう自然とやっぱブルックスが、はい、これを揃えてもらうとやっぱかっこいいと思います。で、今回スタンダードではなくてスペシャルですね。あえてスペシャルをご注文いただきました。で、スペシャルになると何が違うかというと、この銅鋲ですね、この鋲が銅になります。で、このレールもカッパーになりますね。はい、で、この銅鋲は確かね、職人さんが手で打ってるらしいです。はい、で、革もですね、使う部位もスタンダードよりもスペシャルの方がなんかいいらしいっていうのをちょっと聞いたことがあります。はい、ですので、まあ、ちょっと高いですけども、まあ、高いなりの、まあ、こだわりというか仕上げになってますので、はい、まあ、これも今かなり貴重ですよね。今ないよな、どこにも。そうですね、うん、まあ、もしかしたらブロンプトンジャンクション神戸に結構ブロックスね置いてるんで、お問い合わせいただくと出てくるかもしれないです。はい、はい、これはめちゃめちゃ渋い選択ですよね。はい、で、こちらシートピラーなんですけども、これもですね、ブロンフィケーションのチタンシートピラーを入れていただいてます。はい、やっぱりこれもですね、初めに紹介したハンドルバーをブロンフィケーションで入れてもらってますんで、
まあ、このグリップサドル、ハンドルバー、シートピラーなんかはやっぱブランドを合わせてもらうとね、こうやっぱ対になるので、はい、やっぱかっこよくまとまるんじゃないかなと思います。はい、まあ、帽子もない場合はね仕方ないんですけどね、ここはちょっとね合わせてもらうと結構かっこよくなりやすいというか、合わせてもらうとまとまってくると思います。はい、で次はここの周り行きましょうか。馬さん、じゃあまたこっち行きましょう。はい、じゃあシートピラー、ブロンケーションに入れまして、このシートクランプなんですけども、こちらブラス入ってますね。はい、これはブロンフィケーションになってます。めっちゃピッカピカ、ピッカピカで、はい、で先ほど紹介したこのヒンジとのこの並びですよね。これ一直線ですね。一直線、ここ、はい、ハンドル、フレーム、シートピラー、やっぱここはちょっと合わせるとやっぱかっこいいですよね。この、はい、この角度かっこいい、かっこいいですよこれ。溶接面も僕ゴールだし、そうなんですよ。ローカラー、ブラックラッカーのお客様のこのロー付けの部分とこのブラスってめっちゃ似合うんですよね。めっちゃ色近いですね。そう、めちゃめちゃかっこいい。これはめちゃめちゃかっこいい選択だと思います。で、ただしですね、やっぱりブロンフィケーションって軽量化パーツなんですよ。はい、で軽量化パーツにはやっぱりメリットデメリットもあって、まあ、メリットで言うともうかっこいいし軽くなるし、でヒンジクランプなんかは使い勝手も良くなるんですけども、こちらシートクランプはちょっとですねデメリットあります。このシートクランプに関してはやっぱりねちょっとこう固定力がやっぱ弱くなるので、結構設定としては結構レバー固めにしないとちょっと固定力出にくい部分はあります。そこだけちょっとあらかじめご了承ください。まあ開いた状態で結構ねこの反対側のネジを締め込んでもらって固定力を確認しながらここを決める感じですね。はい、通販で買っていたお客様なんかは、まあ、そんな感じでちょっと固定力を見ながら結構固めに設定してください。はい、次ですね、このフレームのこのクリップなんですけども、こちらめちゃめちゃスタイリッシュになってると思います。はい、これも実はブロンフィケーションのリアフレームクリップっていうパーツですね。でここもやっぱこうぶっといのがねぶら下がるんですよ、純正のやつって。はい、でこの肉抜きのステンレスに変わるとめちゃめちゃこうねこの辺がすごい軽く見えると思います。はい、でやっぱ樹脂がなくなると見栄えもやっぱ高級感が出てきますんで、この組み合わせはめちゃめちゃかっこいいと思います。はい、で次はサスペンション、はい、こちら、まあ、これも結構ロールチューブでおすすめしてるんですけども、はい、まあ日本のメーカーさんですね、日本の工業用のスプリングを作ってるメーカーさんのブロンプトン用サスペンションです。松村工機っていうスプリング屋さんですね、はい、のブロンプトン用サスペンションなんですけども、これは一応ハード設定になってます。でラインナップはスタンダードとハードとあるんですけども、まあ、基本もうハードでいいと思います。でハードって聞くとちょっと硬くなるんじゃないかなと思うんですけども、ガチガチのリジットにはならないです。ちゃんとこう振動を拾ってくれます。でただし、こう体重とかで沈みすぎないので、男性の方とかだったらもうこのハードでいいと思いますね。本当にちゃんとこう振動を吸収してくれてるなって感じのサスペンションなので、これは結構おすすめです。はい、でじゃあこのそばも行きましょうか。はい、こちら、EC ホイールなんですけども、こちらマルチ S のシルバーをちょっと選択してみました。はい、まあ、これもちょっとねシルバーを意識したので、で見栄えもちょっとこうクラシックな雰囲気してかっこいいなと思ったのでちょっとこれを選んだんですけど、はい、まあ、ちょっとこれなかなかかっこいい選択だなと自分で思います。ブレーキキャリパーと合ってますね。そうやな、じゃあちょっと久保田のブレーキキャリパーって言ったら、はい、ブレーキキャリパー紹介するわ。じゃあ、はいはい、じゃあこのままブレーキキャリパー紹介しますね。はい、はい、でこれも前と後ろ、まあ、セットなんですよね。はい、これも純正をピカピカに磨かせてもらいました。はい、で実はこのブレーキキャリパー、リフレクターと内側クバグもちょっと取れるかな、これお、はい、これも実は変わってまして、これはカラープラスのパーツを入れさせてもらいました。はい、このポリッシュのブレーキキャリパー、ポリッシュシルバーのカラープラス、マルチ S のこの流れ、はい、めちゃめちゃかっこよくないですか。これシルバー集まってますねシルバーが集まってますね、はいですね、でリアフレームクリップねこんな感じでステンレスになってますので、はい、ここもめちゃめちゃ固めてましたね。はい、結果めちゃくちゃかっこよくなってると思います。はい、あとは、まあ、自転車の顔ですね。はい、自転車の顔となるクランクに関してはこちら、これやっぱもうめちゃめちゃ目を
聞いてたと思います。もう初めから、はい、初めからもこれも実はですねブロンプトン純正のクランクセットを磨いてます。はい、はい、まあ、純正ってやっぱりねナシジって言ってこうザラッとしたシルバー仕上げなんですけど、まああれちょっとこう安っぽく見えるんですよね。はい、ちょっと安っぽいで言い方悪いですけど、まあもうちょっとなんとかならないかなっていう雰囲気なんですけども、純正を磨くだけでこんな感じでピカピカになります。で、チェーンリングなんですけども、こちらは社外品ですね、はい、メイドインフランス、TA って書いて TR ですね、フランス語で TR です。 TR のアリゼ、の 56T を今回使ってます。はい、はい、でこの TA のチェーンリングってねピカピカなんですよね。でなおかつメイドインフランスっていう響きがいいですよね。はい、はい、もうめちゃめちゃピカピカなんで、もうポリッシュ系クラシックなチェーンリングでいうともうこの TA ぐらいしかね選択肢ないんですよね。なかなか今やっぱこういう風にクランクみたいに加工しないとポリッシュパーツ出てこないので、まあこうポン付けで使える社外品のチェーンリングとしてはもう TA ぐらいだと思います。まあ、由緒正しきフランス製ですね、はい、であとペダルですね。ペダルはこちらシルバーストリームネクストの、ポリッシュシルバー設定ですね、はい、まあもう本当にこのシルバーストリームはもうめっちゃ回るんですよね。でこれあれですね、うん、片側脱着、そうです、こちら右側は固定でこの左側だけ脱着のモデルを今回ご用意しました。はい、これもですね今欠品してまして、次回入荷が目処が立ってないんかな。現在1個出てきました京都店は。あ、いやあれもう売れてんねん。あ、そうなんですか、うん、決まってますあ、はい、ですね、まあ、ちょっと入れようかなって考えてるお客さんなんかは、まあ、予約してもらった方がいいですね。ちょっと入荷いつになるか分かんないので、はい、はい、であとこのクランク周りのこだわりでいうと、久保さんじゃあこれ紹介してください。これはいクランクアロイキャップですね。はいはい以上。はいはい、クランクアロイキャップ、これねクマくんが最近ご利用してる、まあ、ちょっとドレスアップパーツなんですけども、通常ここのボルトのこの、クランクアロイキャップ、このシルバーゴールドになってる部分ですね、ここ通常はですね黒色のプラスチックパーツなんですよ、はい、でやっぱこれももう本当に2倍だけなんですけど、やっぱね金属製の方がやっぱかっこいいし高級感出ます。まあ、ブロンプトンで高い自転車ですからね。はい、そこをまあワンポイントドレスアップするためにこのパーツを付けさせてもらいました。これもねシルバーで悩みますよね。そうやな、これもシルバーブラック、このブラスかな、はい、あと3種類あるんですけど、まあ、シルバーでも良かったんですけども、やっぱ今回ブラックラッカーっていうことと、あとはこのブロンフィケーションのブラスを入れてるのと、あとブルックスのこのスペシャル入れていただくカッパーがありますんで、やっぱここもですね一発ブラス入れといた方がかっこいいんじゃないかなと思いまして、これを選択させていただいたんですけども、はい、やっぱりかっこよくなりましたね。かっこいいですねでこれ本当にワンポイントで機能的な部分で言うと何にもないんですけどね、はいはい、本当ドレスアップかっこよさを追求するのはこれは入れていただいていいと思いますね。はい、はい、であとは見えないんですけども BB ボトムブラケットなんですけども、この中ですねちょっと軸がちらっと見えてると思うんですけども、はい、刀剣の BB を入れさせてもらってます、はい、刀剣の、セラミック、刀剣がテラミックやね、はい、テラミックベアリングにチタンの軸ですね、はい、の、まあ、軽量で回転性能の高い BB を入れさせてもらってます、はいはい、まあ、これももうここまでこだわるお客さんだったらもう刀剣一択みたいな感じがあると思います、はい、で、これちょっとね豆知識というかご案内としてですね、今回ローロ特注の 119mm 軸の刀剣 BB を入れさせてもらいました、はい、でこれはですね純正のクランクのチェーンラインに合わせるために 119mm の軸を入れてるんですけども、まあ、今回この組み合わせの場合実は1ミリだけスペーサーを入れて1ミリ右側出してます、はいはい、これはですね、今回チェーンリングをですね社外品に変えてますので、このボルトの頭の出方が若干変わってるんですね、はい、このままポン付けスペーサーなしで組んだ場合、畳んだ時にフレームに思いっきりボルトが当たりそうだったので、今回はちょっとプラス1ミリ、右側出して組み付けさせていただいています。で、まあ、このぐらいの誤差に関してはもう全然問題ないです。
変速性能とかオルチャに関しては問題ないので、まあ、組み付ける組み合わせによってはこんな形でスペーサー入れる必要がありますので、そこはちょっと知っといてもらった方がいいかもしれないですね。はい、まあ、逆に言うとですね、普通に売ってる 118mm の、 あの軸長だったら 2mm スペーサー入れないとダメだったので、逆に今は 119mm 良かったかなと思ってますね。はい、で後ろ側行きましょう。ゆきさん、チェーンを、おチェーン、はい、後ろ、じゃあまとめていきましょうか。はい、はい、で実はですね、これライブ配信のタイトルにもさせていただいたんですけども、はい、今回は S4E ですかね、はい、あのブロンプの品番で無理やり合わせていくと、今回はですね外装ギアになってます。これホイール外装ギアなんですけども、ギアが4枚これ乗ってるの映ってますかね。はい、はい、こちらハブはですね、ハブスミスのブロントン用の外装ハブを使っております。でこいつはですね、まあ、3から4段までに対応した、まあ2、まあ、シングルでもいけますね、1、2、3、4まで対応したブロントン用の外装ハブになってます。はい、これを使うことで今回4速化してますね。でハブのついでにリムも紹介しておくと、これも前輪と同じアレックスリムのポリッシュのハブ、あ、リムを使ってます。はい、はい、まあシルバーハブポリッシュリムで、まあ、前後を合わせた感じですね。でタイヤはもちろんシュアレレワのタンカラーで、足回りがなんかやっぱり内装ハブ入るよりもすごいスッキリしてないですか。はい、めちゃめちゃ軽いですこれ。はい、でスポークもですね、実はこれダブルバテットのやつを切って調整して使えました。はい、はい、これもサピンもダブルバテットですね、まあ、多少やっぱ軽くなります。はい、これホイール回った時のラチェットもかっこいいですね。これね、まあ、独特のフリーボディの音しますよね。はい、なんかいい自転車の音をしますね。はい、はい、でこのテンショナーを使ってます。でこのテンショナーは H&H のテンショナーを使ってます。でチェーンはですね、今回 KMC の EL11 速ですね、こちら軽量なチェーンを使ってます。で、まあ、ちょっとねこのチェーンに関してもちょっと迷ったんですよね。ヘッドパーツとかを、まあ、今回ブラスパーツちょいちょい入れてるので、ヘッドパーツゴールドにしてチェーンもゴールドにしようかなと思ったんですけども、はい、もうここの辺はもうシンプルに全部シルバーでいこうと思って、はい、今回やっぱシルバーにさせてもらいました。まあ、これやっぱ結果やっぱりいい感じにかっこよくなってると思います。このチェーンめっちゃ綺麗ですね。やっぱりそう、 KMC のシルバー結構ね、シマノよりも透き通ったシルバーになってるんで、まあ、見栄えもやっぱいいですね。で軽量でラインナップも豊富なので、あとまあ今回シルバーですけども、逆にあのゴールドとかブラックとか、はい、いろんなカラーバリエーションありますので、フレームに合わせたりとかカスタムに合わせてあえて色を入れていただくのも全然ありです。今回はあえてちょっとシルバー、あの落ち着いた感じにさせてもらいました。はい、はい、でこの4速化なんですけども、あのよくですね、通販でなんか4速化するパーツ全部くださいみたいなお問い合わせをいただくんですけども、こうやればできますよみたいな決まりというかパーツってないんですよね。ブロンプトンのフレームってやっぱ個体差がむちゃくちゃ、まあ今回もですね、はい、組み立てしたのはちょうど1週間前ですかね、ライブ配信で、はい、で、まあ、パーツ差がなかったんで週末作業できなかったんですけども、まあ、昨日今日とね結構時間かかりました、その調整を詰めていくのですので、まあ、前回やったカスタムは結構ねすんなりいったんですけど、今回結構ね調整手こずりましたので、まあ、やっぱ改めてですね、あのフレームによる個体差むちゃくちゃ大きいんですよね、はい、ですのでこれはちょっとね通販で売るもんじゃないと思います。はい、まあ、4速化検討いただいているお客様はぜひローロ店頭でご相談ください。はい、はい、で車体をお預かりして作業させていただくのが一番いいと思います。でまあパーツの供給だったりとか調整、まあ、ちょっと時間かかると思いますので、時間にちょっと余裕を持ってですね、お近くのローロをお問い合わせいただければと思います。もうこれローロ全店でできますので、パーツさえあれば。みんな情報を共有してますので、お近くのローロをお問い合わせいただければいいなと思います。で、あれですね、ちょうどこれはライブ配信見ていただいた方が電話いただきましたよね。はい。ありがとうございます。で、その方は、東京のお客様だったんで、東京に相談しますって言ってくれたんですけども、はい、まあ、東京、大阪、福岡、横浜とあるので、
まあ、ちょっと遠方の方はですね、まあ、今回あの四国のお客様なんですけども、まあ、もろもろちょっとねやっぱり制約があるんですけど、その辺ご了承いただいて、まあ、送って送り返してみたいなことも、まあ、できなくはないので、はい、そこはちょっと頼んでみようかなという店舗にご相談いただければ、まあ、できることできないこといろいろあると思うんですけども、まあ、まずはご相談いただければと思いますのでお問い合わせください。はいですね。いやこれまあちょっとね僕ちょっと時間かかりましたね当選に。はい、まあこの外装四足化のメリットはあのやっぱこの内装幅って、まあ、重量もそうですし、この回転がやっぱ重いんですよね。この辺がめちゃくちゃこうスムーズになります。であとギアの幅なんですけども、あのこれ気をつけないといけないのが、ギアの選択によってはあれ2足のままでいいんじゃないかみたいなことが起こりうるので、まあ、ギア比に関してはなんか ある程度調整というか考えながら選択していただくのがいいかなと思います。あのローロチューブの、インスタ、フェイスブック、ツイッターも上げたかな、そこにあのギア比、僕の殴り方の汚い字でギア比書いてますんで、まあ、それもちょっと参考にしていただくといいかなと思います。どうしても組み合わせできない構成もありますので、ちょっと刃の組み合わせが特殊なので、はい、まあまあまあまずはご興味持っていただければ、まずはご相談いただければなと思いますね。はい、以上ですね。 あと最後これキックスタンド忘れてましたね。はい、はい、じゃあ最後なんですけども、ブロンプトンのこのキックスタンドを付けさせてもらいました。はい、これも実はですねチタンです。ちょっと輝きが違うよ、こう鈍い感じ。そうですね、うん、これはチタンの一応シルバー設定のキックスタンドを付けさせてもらいました。でやっぱりねブロントン特徴的なあのお座りの停車姿勢もいいんですけど、使い勝手で言うとやっぱキックスタンド付いてるとむちゃくちゃ便利です。はい、はい、で、マルチ S のアルミのやつよりもこの、チタンキックスタンド軽いの で値段もなんか2000円ぐらいしか変わらないんですよね。ですのでこれは結構ね、まあ、キックスタンドついたらかっこ悪いよっていう方もいらっしゃるんですけども、まあ、あるとやっぱ便利なのでこれ結構おすすめです。はい、であとちょっと細かいところですけども KCNC のバルブキャップもシルバーで合わせておりますね。はいはい、じゃあ久保君キャップかぶってますね。かぶってます。はい、やっと見えました。じゃあ、ね、ちょっとまあ、コックピット目線いきましょうか。じゃあまずハンドル周りなんですけども、まあ、ブルックスね、GP1 つけるとこんな感じの見た目になります。で右側のこのオイベルのこのルックスやったっけ、はいはい、これやっぱ上から見ると高級感全然違いますね。この弾くところのこのワイヤーの感じもすごいかっこいいと思います。でこのチタンハンドルバーのこの鈍い輝きも独特の仕上げになってます。で、ブレーキレバーポリッシュですね。これあれやな、上から見てもめちゃくちゃ反射してますね。はい、そうやな、ポリッシュや、ポリッシュで、こちら前はフロントキャリアブロックもピカピカやし、キャリパーもハブも E フックもめっちゃかっこいいですね。でこの内側から見るとですね、ブロンフィケーションのブラックのレバーもいい感じです。でこのブラックラッカーやっぱかっこいいな、このフレームが、うん、ピカピカです。でサドルは B17 スペシャルの、ブラックにブラスのやつがついてますね。はい、で、まあ、チタンシートピラーもちょっと映ってて、で、ブラスのクイックもね、ブラスがやっぱかっこいいな、これワンポイント1本、はい、これ黒にしなくてよかったですね。お得です。そう合ってるんです。うん、でイージーホイール松村幸喜に、で上から見るとこのカラープラスのシルバーがめちゃめちゃいい感じですね、やっぱキノコ。はい、でブレーキキャリパーもめちゃめちゃ映ってますし、でこのクランク周りもこれやっぱな、いるな、これね、信号待ちじゃない、ね、もう毎回クワクン言ってます、これ信号待ち見ちゃうやつですね、これね、クランク、ちょっとペダルに足当ててます、うん、そうで、まずこうね、ちょっとすいません、足でね、こうクルンとこう回転をね、試したりとかやるやつですね、クワさん、これね、はい、はい、まあ上から見るとこんな感じでしたね。はい、はいはい、じゃあ久保さん、はい、まあ、今日これこの車体なんですけど、まあ、何回も言ってますけど、このブラックラッカーにこのシルバーポリッシュの組み合わせ、どう、すげえかっこいいですね。これはね、なんかやっぱブラック系のパーツのカスタム結構多かったんですよね。はい、やっぱないものねだりでブラック系のパーツが多くなると、このシルバーパーツとの両方が出てくるんですね。はい、次シルバーパーツが多くなると、このブラックパーツが出てくる、まあ
かいろんな流れがあるので、その中でこの今のこのシルバーのこのガスタムシはめちゃめちゃ僕は新鮮ですね、はい、もう落ち着いてるというか、ちょっと渋めですね、はい、主張しすぎず、うん、あの余分な色を入れずに、まあ、まあ何でもいいけどこれはかっこいいと思います。はい、はい、じゃあまあ、何回も言いましたけど、この四速化カスタムとかこういうカスタムですね、あのローを前提に出ていきますんで、はい、なんかこれ見てかっこいいなと思った方はやってみようかなと思った方はぜひお近くのローをご相談ください、はい、今回でだいたい45万ぐらいでいけます。 車体置いといて、はい、今回でだいたい45万、45、6万ぐらいです、ちょっと待ちます、はい、でできますので、まあ、グーさん組んでいただければ決めますので、お願いします。はい。じゃあ、今日の動画は以上ですね。はい、今これを見てなんか参考になったりとか、いいねと思ったら、あのいいねボタンと、あとよろしければあのチャンネル登録もしていただくと、はい、あの通知が来るようになりますので。で、あと、これ、一応ライブ配信で作業させてもらったんですよね。あの、まあ、どんな感じで作業するんかなとか、興味あるお客様なんかは、そのライブ配信も、はい、あの見てもらうと、ちょっと、参考になるかなと思います。ちょっと自分でこうね、自転車触るの好きな方いらっしゃると思うので、まあ、全部は全部ちょっとあれですけど、あの、ご視聴者の方も後ろも見ていただければと思います、はい、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、以上ですね。フロントン S6、S4E のフルカスタム車のご紹介でした。はい。じゃあ今日はポリッシュで行きましょう。めっちゃかっこいいな。